まだ来てないんじゃない、みんな。まさか私が時間通りにするとはね。ねえ、今日あざと警察どういうことですか？私自分で立候補してないんですけど、誰なんですか？誰があざと警察に手を取るかなんですけど、どういうこと、どういうこと。どうしたの、どうしたの、どうして私はまた通報されちゃったんですか？誰？投稿者不明。え？本当に誰？自分で立候補してないのにさ、誰か私を訴えた人がいると思って。あざとハンコ押されてた？え、リアタイすればよかった。あ、テントありがとうございます。どうしよう。私そろそろラブコナさん公演準レギュラーになっちゃうんだけど準レギュラー、なんかリカちゃんが心配してたね。嘘。なんか申し訳ないです。なんかもう私がなんかあざといだなんて、本当になんかリカさんとあゆ太郎さんはもうそう大先輩じゃないですか。申し訳ない、こんな甘っちょろいんだぞって思われそう。テレビありがとうございます。どうしよう。じゃあ自分でもうちょっとさ、あざといやつをだったら提供したいですだったらね。あ、パラソルとテントありがとうございます。そうだよ、パラソルありがとう。あざといじゃなくてどうしただったんだって。ねえ、お話し会まだ？まだだよ。スキーちゃん、お話し会やったら来てくれますか皆さん。だってさ、こんなにさ、ショールームに来てくださってるのにさ、来ないっていうのはもう裏切りですからねこんなに毎晩私の配信の時間になったらね、目に来てくれて、でもうかえりちゃんかえりちゃんって内心を持ってくれてるのに、オンラインになって行かないだなんて、そんな男じゃないパラソルあり、ピンクのパラソルありがとうございます。あと前ね、検討してる場合じゃないでしょ。なんかさ、検討ってさ、行くか行かないか、なんかこう自分の中で討論することじゃないですか。あ、初見ありがとうございます。カフェがお好きなのかな、ありがとう。そう、なんか行きたいかどうか悩むことじゃないですか。でもなんかそんな悩むことでもないというか、だって今日も配信をこう見に来てくださってるってことは、なんか自分では気づいてないかもしれないけれども、なんか私のことが絶対気になってると思うんですよ。どうでもよかったら、あのショールームすら見ないから、本当は心のどこかでかえりちゃんの配信を見たいとか、かえりちゃんをもっと知りたいみたいな風に思いつつもみたいな、だから自分の気持ちに正直にね、来ていただきたいですよ。はい、自覚症状あります、あります。悩んでる時が楽しい。だってあらやだあらやだ、今日誕生日です。あー、おめでとう、お誕生日おめでとう。ハッピーバースデーディア、私のファンの方の人ハッピーバースデーツー
でとう。パラソルありがとうございます、そうだよからもう今来てくださっている386名の皆さんはもう来てくれるものだと思っています。テントありがとうございます。はい、もうかえりちゃんが私とお話ししたいというのであればしたいです。もちろん、もうもちろんね、なんか特に初めての方とかってさ、もう話すことなんて1億通りぐらいあるわけじゃないですかね。そんな1億通りのね一つぐらい簡単なんですよ。でも400人全員来てくださったら私多分もう私次ちょっとセンターになっちゃうんだけどなっちゃうかは分かりませんけれどすごいことになっちゃうけど、まあでも嬉しい。次回はもっと参加してぜひぜひひはい、あそう一億通り、そう引き出しがすごい多いから、うん、ぜひ来てください。あ、パラソルありがとうございます。パラソルありがとう、ありがとう。テントもありがとう、テレビもありがとう。みんなすごい。あとなんだっけ、そうだ思い出した、なんか AKB48 さんの17期生さんがなんか劇場披露目みたいなステージパフォーマンスみたいなのされてたんですけど、ねえ私のねお名前にそっくりの方を見つけちゃって、なんか大声ダイヤモンドのセンターをされてた方なんですけど、佐藤愛理ちゃんって言うんですよ、私の一文字違い。そう惜しい、え惜しい、一個左だったら家業だったのに。そうなの、親戚じゃない、入れちゃう。おあいりーおあいりーうんわかる。なんかもう勝手に私も親近感が湧いちゃって SNS 始められたらね絶対フォローしようってもう今から思いました。え、かえりちゃんと似てた自己紹介がいたらって、なんだって。アイリン、アイリこと佐藤アイリン、かわいい。うん、ダメや、ちょっと名前が似てるから挨拶に行って、どういうこと、どういう魂胆なんですか。でもさ実際そういうのありえそうだけどね。ねえお会いしてみたいです。早速、しかもめちゃめちゃ可愛くてお会いしたい。可愛かった。パラソルありがとうございます。何歳なんでしょうかね、でも私より絶対若い、十何歳かな、十何歳です。じゃあもし私のことが恋しくなったら、その佐藤愛理ちゃん一文字違いだから愛理ちゃんの名前を呼んで紛らわさせてください。あ、17、8なの、 16って何年生、高校1、2年生かな、間違えて剣取ろったって、こ怖い。ちょっと何してるの。テントありがとうございます。テレビありがとうございます。
高一に、もしかしたらカエリちゃんと同一人物、あ、もしかして私がみたいな顔が違うんですよ、顔が、お顔がもう、あの愛理ちゃんは本当にキューティーなお顔なんですよ、可愛い。あ、パラソルとテントありがとうございます、ありがとう、テレビありがとうございます、バラもありがとうございます、可愛かったね、みんな、でもみんな17期生の皆さんみんな可愛いらしくてね、私たちの3期生ちゃんも楽しみですね。はい、かいりちゃんの娘、娘さ16歳だったら私とさ、え、5歳差の娘ってありえるの。ドラスト3期生もみんな可愛い、ありがとう、ドラさんのこともね忘れないで。なんかさ、あの劇場の壁写真って1期生さんと2期生さん2期生に挟まれてるじゃないですか、ドラさん。なんかさ、しかもドラさん4人しかいなくて1行しかないから本当にもう肩身が狭いんですよだからもっと皆さんドラさんのこと、もうじゃあ分かった、ドラさん募集しますドラフト3期生じゃあファンの方から募集していいですか。私たち4人っていうか1行しか株車がなくて最低でも3行欲しい。テントとパラソルありがとうございます、テレビありがとうございます、はい募集します。なりたい人いますか。でも条件としてはやっぱりなんかドラさんの他の3人、この3人ってか、まあ自分も入れたら4人か、4人ともなんか色が濃いこそなんか性格というか、なんだろう、はっきりさ分かれてるじゃないですか。こう1人はもうキャプテンミユ、キャかっこいいなんか船の名前みたい、キャプテンミユで、あのキャンプがね好きだったりね、なんかトーク系はなんかまとめるトーク系、その仕切りとか MC はもうミユがドラさんの中でやってくれるから、あのキャプテン志望の子はドラさんにはそう新しく、あ、キャプテン志望とか、あと MC が MC の締めとかやりたい子は、まあ、ドラさんはもうそうミユがやってくれるから大丈夫で。テントありがとうございます、パソコンありがとうございます。そしてあのおじさん系もいるんですよ、一人おじさん系アイドルもいるから、もうおじさん系アイドルはもういらないもうさかぶっちゃうからね、おじさん系アイドルもいるし、あと、あ、ベースもやってるから大丈夫、そう埋まってるのおじさん枠は、だからまあそれ以外でこうどんどんちょっと絞、あのフリーフロイフリフロあのふるいにかけられてくで、あの落語部門も2人いるから絶対落語経験者は絶対にごめんなさいなんです。あー、テントありがとうございます、本当にごめんなさい、もう2人もいらっしゃるし、そうなの。あとお料理できる人もお断りなんです、近間がお料理できるから、お料理できる人はダメなんだよね、すいません。あとゴルフ経験者もダメゴルフもいるからってなったらいますか。じゃあ自分が今までの項目に当てはまってなくてドラさんになりたい人いますか。そう、狭き門なの。まだいる、え、まだ残ってくれてるの。いないやろ、だってあ、村民もダメね、村民はもう半分いるから。グラビア担当いますもんね、おっと誰かが来たようだはい、確かに他のスポーツ系はいない。でもそう、村民はダメ、村民もだって半分村民だから、半分以上になっちゃったら大変だから。
込み上手。えでもなんかミユが結構ミユとチカナ突っ込んでくれるから、そう突っ込みにもあんまり困ってないんで。あんまり困ってない。あとバスケもダメだね。なんで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 バスケダメなの。あとなんだろう、どんな枠があるかというと、なんだろう、何枠だろう、なんかでも姉御肌系は力だと思うの。それであのなんだろうな、王道系はミユだと思うの。それでそのおじ系はユナコだと思うの。だから結構いろんな方向にあるから。あざと系もね、ミユとチカナもいるから。なんだろうね、どんな子なんだろう。ポンコツ枠、タックル、カイリは何系なんだろう。え、カラオケ歌った、歌う。じゃあこの後歌うね。あ、ネギトロ好きな人もダメ、ダメダメだよ。私からネギトロを奪おうとする人はちょっと許せん。ダメ。じゃあネギトロ食べたことある人ダメ。ってなったらやっぱり進化には難しいのかな。肩の空いてるのがあざとすぎ。うん、17期生さんにおかえりって言っている子がいたらしい。はあ、私呼ばれてる17期生さんに。呼ばれてるのかな。でもそうドラさんすごい少ないから、もっとじゃあ皆さんが、皆さんもドラさんの意識で、なんて言うんだろう、皆さんはまあファンの方だけど、ドラのファンの方だけど、片やメンバーみたいな、ちょっと忙しいんですけど、そうなんか半分ちょっとメンバーみたいな、メンバーの気持ちになる。村から出ない。ロッチさん入れたらなんて。ただいまからの岡エリーだった。かわいい。一緒にキャッチフレーズしたい。17期生と佐藤海里のことである。走るとこも同じだったね。なんだって、嬉しい。嬉しい、嬉しいです。ドラさん公演、でも私の、いや生誕祭ちょっとどうしようかなって、もう夏前じゃないですか。生誕祭、生誕祭、そうどうしようって思ってて、でも遥村で生誕祭をやるってことはもう正直ね、やめて、あれあれを選ぶしかって、あれって言わないで。あれ扱いしないで。あのそう、まあそちらをね選ぶかどうかって言うんですけど、なんか私の中では本当に今のところ大変大変申し訳にくいんですけど、申し上げ肉肉すぎる、肉肉しいんですけど、あれを選択することはちょっと考えてなくて。なんかいや、あの公演もあれもね、そうすごい好きなんですけど、でもなんかちょっと生誕祭にすると私途中でなんか笑っちゃいそうで、なんかこらえられなくなって、こらえられなくなっちゃいそうで。そうで、やっぱり生誕祭って1年に1回しかないし、こうアイドル人生の中でも手に収まる回しかないじゃないですか。
だからちょっとあれにするのはどうしようみたいな、本当にどうしようって考えちゃう。まなちゃんの二の舞になる、違う違う、やめてよ二の舞になるって。そうそうなんです。でも私は多分はるか村公園にもし自分が入ってなかったら一番入りたいなって思う公園にはなってたと思うんですよ多分。なんか今はその自分がねそのメンバーの中にいるからちょっと一歩引いちゃって二歩三歩引いちゃってるんですけどドン引いちゃってるけど、でもなんか旗から見たらこうイレギュラーだし、私そういうの好きそうだから、もし自分がそのメンバーに入ってなかったらやりたいって一番思う公演なんじゃないかなって。はい、思うんですけど、まあちょっと生誕祭にはなんかまあそぐわないかなって思って思ってるのが今のお気持ちです。すごい好きなんだけどね、公演としてすごいとってももう忘れがたいというか、私に刻まれてる、とてもやむを得ないそう TPO 的にね、 TPO がダメなのよ。な、テレ、テレビありがとうございます。そうなんです、でも大好きです私あの公演、本当に大好き大好きなの。それはでも分かりますよね、私があの公演あの公演がもうすごい好きなのかって、あの公演はもう本当にもう私が守りたいって思うくらいすごい好きなんですよ。好きなの。で毎回その本番以外もちゃんとレッスンして、でこうなんか私あんまり自分の意見とか言えなかったりするけど、でもあの公演に関してはちゃんとこうした方がいいかなとかこう質問してみたり、こう自分からいろいろ動いてみたりするから、あれはなんだろう、いやただその生誕祭に選ばれないだけでいい子たちなんですいい子なんで、いいんです、悪い公演じゃないんです。そうなんです、そうです、現れないけど、そうそうそう、いい公演なんです、誰も悪くないんですテント、あ、パラソルありがとうございます。そうなんです、フォローしときます、フォロー終わりパラソルありがとうございます、テントありがとうございます、パソコンありがとう。だからね、はるかにはちょっと今月か来月中になんか期待させちゃ悪いなと思うので、早めにちょっと言っておこうって思います。はい、そう期待を、うん、させないように。そうなんです、いやでも好きなんですけどね、私大好きなんだけどね、予防線を張る、うん、 そう、でも多分ね、私がねあの生誕祭に選ばなくてもあのなんか
俺なんか多分ね勝手に開いてくれるんじゃないかなってね、なんか美晴さんの時みたいになんかやってくれるかなってちょっとそれも期待して、はい、いや私も本当に大好きで、春香村のみんな大好き。そうだよ。ならめばるさん本当に本当にもうテントありがとう、パラソルありがとうございます、テレビマンありがとうございますね。でもたまに暇つぶしに DMM 見るときは春香村が一番いいかなって思います。ガタログから来ました、ありがとう、パソコンありがとうございます、パラソルもありがとうございます。帰りアブコナ警察登場しますので、ね、本当に恋じゃないんですけどなんかそうとご登場させていただきました。どうどう大丈夫かな、後で DMM 見なきゃ。そう暇つぶしに DMM 見るには絶対春香村がいいなって。こんばんは、弁慶でネギトロ食べなかったのだって、え食べたっけ、え覚えてない、もう食べた気になってて覚えてない、なんか夜公園かえりちゃんの話題で盛り上がってました、え本当ですか、なんかもう申し訳ないです、え申し訳ない、なんか本当になんかちょっともうちょっと本気でなんかあざたいの撮った時とかに自分で言いやろうかな、だって申し訳ない、いいんですか、あサイリウムありがとう、黙ってましたねえ、ご申し訳ないです、アブコノさんにちょっとじゃあショールームで言っておいてください、カイリちゃんが申し訳ないがってたって、うん、そうだよ、ただシュークリーム落とした時の顔なのにポンコツって言われてたよ、だってまた自首する、もう本気のなんかもう自信あるあざとさん、あざとい写真を撮れた時に自首する、自分で5枚ぐらい送るこのシチュエーションどうですかって、かりちゃんまたね、バイ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 、ねえセミレギュラーね、心配されてたってリカさんかね、やっぱりなんか私最近リカさんに惹かれてる気がするんですよもう結婚してありがとうございます、テレビもありがとうございます、なんかもうカイリちゃん大丈夫みたいな、なんか私がエンジンとかする時も笑われてるんですよ、お笑いになってるんです、もうそれでもう大丈夫かと、本当に私も心配です、うん、いやいやいやねえそう本気、みゆみゆとかえりちゃん準レギュラー、みゆみゆの写真も今日あれなんですか、投稿されてた、それは誰、みゆみゆの写真はどこからなんですか、どこから、耳の写真の出元は何ですか、カイリタンこんばんは、こんばんは、え、いいポジションなの、大丈夫かな、で、どこから、それも投稿者不明なのかな、え、待って、え、それってなんかファンの方もあれなの、投稿できるやつなの、どういう、どうなってるの、もしかしてこの中にそういうのなんて言うんだっけ、この中に裏切り者が何、この中にもしかして、いる、スパイ、スパイ、そんな密告して
誰がリークしたんですか。ちょっとさ、今日のうちなら怒らないから言ってほしい。全然私の可愛くない写真をリークした人誰だろう。じゃあ自分だって思う人は今ジャンプしてください本当に、俺はミユだけ。どういう状況なんて。今ちょっとこの中に私のことをリークした人がいるんですあまあいいですけどね。じゃあ本当に、じゃあ私たちじゃあちょっと協力して、なんかもうこれはってやつを撮った時に皆さん応募してみてください。応募っていうのリークしてみてください。あ、なんかそうツイッターの写真だった気がする。そうなんだよね。なんやと。そうなの、この中にいるのは。自習流すよそうだよ、この中に。まあ、でも美味しいことなのかもしれないですよね。普通にいいことだ。カラオケしようと。あ、絡まってる。サイリウムありがとう。そうだよ、ちょっと待って。絶対にありえないミス。よいしょ。何歌うんだろう。決めてない何歌うんだろう。今月初めて歌う、ここで。何だろう。何でもいいな。あ、じゃあ私がアニアさんの卒業公演で歌わせていただいた、これにしよっかな。僕が僕じゃなくなるよ。嘘だってついてしまう。だから今は好きなように歩きたくなってきた。
このまま。ありがとう、ビラボールいっぱいありがとうございます。先ほどの曲に引き続き初めてさっき2番まで歌ってみました、大人になる前に。
私この曲が本当に大好きで、あ、可愛い、ありがとうございます。え、大好きなのみんな知ってたかな？知ってたかは分からないけど、本当にそう、いつかやってみたいなって思ってたけど、でも私子供面じゃないから、そう、できないかなって思ってたけど。あ、パラソルありがとうございます。でもなんか、やってみたかったから。助かります。助かります。嬉しかったですね。なんだろう、何にしようかな。今日はじゃあ NGT の楽曲をいっぱい歌おうかな。何にしようかな。青春の時とか。これで、じゃあちょっと。はい。春の制服スカート揺らしガードレールをぴょんと飛んで、君は全力走っていくよ、風は後から追いかけていくよ。どうしてこんなに眩しいんだろう、どうしてこんなに切ないんだろう、僕はきっと恋をしている。高い舞う日差しの通学路、僕でいい、この辺で終わり申し上げたいと思います。拍手もありがとうございます。ミラーボールもありがとうね。よいしょ。第13位トンスケさん、ありがとうございます。12位アッキーマルケンさん、ありがとうございます。11位がネモさん、ありがとうございます。10位がニシタムさん、ありがとうございます。
9位が佐藤羽生さん、ありがとうございます。8位がすぐさん、ありがとうございます。7位が東吾さん、ありがとうございます。6位がイーブイちゃんさん、ありがとうございます。ミラボールもありがとう。そして5位が新潟和さん、ありがとうございます。4位が文吉さん、あ、ボールありがとうございます。3位がアルビさん、あー、ミラボールもありがとう。そして2位が酒井修一さん、ありがとうございます。そして第1位が新一さんです、ありがとう、ありがとうございます。皆さん今日もどこにも行かないで私のルームに来てくださってありがとうございます。名前を呼ばれてない方もね、来てくださったことに意味があるありがとう。ということで、またありがとう。おやすみー。